それは良かったです。母が作った？いえ、昨日買っておいたものですよ。美味しすぎてアーニャ元気出た。これは喜んでいいのでしょうか。いつまでパジャマなんだ、早く着替えろ。洋服、いい匂い。ヨルさんが洗濯してくれたんだな。ふかふか。行ってきます。おう、勉強も運動も上手じゃなくて心折れかけてる。だからせめて一生懸命お掃除する。いや、勉強も運動もしっかりやれよ。アーニャが一番にスターライトアーニャになったからって怒るな。怒ってねえよ。その顔やめろ。あら、ありがとう、アーニャちゃん。このハンカチ、すごいふわふわ。わかる？普通のハンカチと違って素材がいいの。デザインも可愛いし、手触りがいいところも気に入ってるのよね。癖になる触り心地。そうだ、アーニャちゃん、よかったら今度このハンカチのお店に行ってみない？いろんなデザインのハンカチがあったから、きっとアーニャちゃんの好きなものもあると思うわ。お掃除疲れちゃったな。ノットエレガント、今は休憩時間かね、フォージャー。あ、アーニャ大ピンチ。身の回りを美しく保つのもエレガンスを身につけるためには重要なのだぞ。掃除はサボらずきちんとやることだ、わかったかね。はい、頑張ります。あのチンチクリ、怒られてやんの。デズモンド、手が空いてるなら紳士らしくフォージャーを手伝ってはどうかね。くそ、とばっちりだ。次男、いい君。Bye.
帰りなさい。うん。ゲップ。ここまでで何か質問はあるか？大丈夫。全部理解できたの？うい、それは。これは自分が何を分かってないのかも分かってないな。あ、アーニャ分かった。お、何が分かったんだ？アーニャ全然分かってなかった。とりあえず最初からやり直すか。今度こそ頑張る。姉さんから聞いたが、この前のテストは赤点取らなかったんだってな。おじのおかげ。全部合わせたら100点超えなんですよ。あーすごいや。え、全部合わせて。これで父の任務はギリギリセーフ。畳んでいるんですよ。アーニャもする。じゃあこちらのタオルをお願いできますか。うい、完成。まあ、お上手です。アーニャ天才。はい、天才です。そろそろご飯の準備をするか。寝る前に勉強した。どうした急に。珍しいな。褒めてもらえなかった。アーニャ勉強したのに。アーニャお腹すいた。この時間に食べると朝ごはんが食べられなくなっちゃいますので、ココアでも入れましょうか。やった
に力の差を思い知らせた。
たせてもらうわ。アーニャ出せない、上がったわ。俺が大富豪だ。アーニャ弱い。当然だ。今日もクラスメイトとちゃんと仲良くするんだぞ、任務のために。父と母も仲良くする？お、ああもちろんだ。うんど、今日はなんだか緑色。ボフボフボフ。あ、木に突っ込むとこだった。ボフ。やりましょう。じゃあアーニャ急いで帰ってくる。はい、楽しみに待ってますね。行ってきます。おっ、もちろんだ、ベッキー・ブラックベル。歴史の授業で難しいところがあったかな？はい、この前の授業でわからないところがあって。どこがわからないのかね。うん、そこはだな。この前の授業難しかった。でも歴史のテストは次男の心を読めばいい点取れる。よくわかりました。ありがとうございます、先生。歴史は時に難しく思えるかもしれないが、人の積み重ねを理解することが学びになる。学べば学ぶほど自らの助けとなるはずだ。精進するように。自らの助け。バカの相手してねえで、あっちで勉強しようぜ。はい、ラミア様。
しらくチンチクリン。ムキー、あいつらやっぱムカつく。アーニャちゃん、今週のバーリントラブ見た？超熱い展開だったのよ。主人公の婚約者と幼馴染がバッタリと出会っちゃって、もう女の戦いってやつ。アーニャ、アニメ派だからよくわからない。もうアーニャちゃんったらまだまだ子供ね。もうちょっと大人になったらきっとわかるようになるわ。女同士の駆け引き、恋のためには負けられない戦いに挑むものよね。は、女同士の戦い、アーニャ見たことある。え、女スパイ同士の熱い戦い、アニメでやってた。なんだ、アニメの話か。おかえり。ボフボフ。ボンド遊びたいのか。こらボンド、今勉強中だから遊ぶのは後にしよう。アーニャが珍しく集中してるんだぞ。遊びたいけど今はダメ。世界平和がかかってる。あとで一緒におやつ食べよう。ボフボフボフ。ちゃんと用意してやるから今はおとなしくしてろよ。ほら、続きをやるぞ。ボンドと遊ぶためにも頑張れよ。
そろそろご飯の準備をするか。調べだ。二枚出しね。二枚出しね。リニューアルしたばかりだから安心しろ。あーにゃ、またいっぱいペンギンさん見たい。ペンギンパークか。そういえばロイドさん、
以前もペンギンさんに夢中になっていましたね。あのロイドさん、可愛いペンギンさんに出会えるといいですね。え、あ、ああそうですね。なんだ、ヨルさんはペンギンが好きだったのか。父と母愉快。出せる気がする。そうか、頑張れよ。うい、アーニャに任せろ。ドキドキ。えい、ロッカー。ドキドキ、ドキドキ。まずはペンギンコーナーから行くか。ペンギン好き。見る。
帰りに買い物もしていきましょうか。いいですね。アーニャさんは何か食べたいものありますか？アーニャ、ピーナッツがいい。わかったわかった。お出かけも終わったことだし、今日のお出かけも楽しかった。父、また行きたい。落ち着け。父、次どこにお出かけする？わかった。じゃあ先に次のお出かけ先を決めるか。おい、アーニャ、今度のお出かけだが、行きたいところはあるか？水族館が悪者に乗っ取られた。え、いきなりどうした？なんだ、いつものスパイごっこか。アーニャが助けないと。だから次のお出かけは水族館。いいですね、水族館。私は賛成ですよ。ボフン。そうか、決まりだな。やったー。気をつけろ。水族館に敵の罠が仕掛けられてるかもしれない。それはまだ続けるんだな。Bye.
力の差を思い知らせて。そうか、頑張れ。意味がわからん。
ソージャーよ、ステラを取るために努力しているようだが、目標とする人物はいるのかね。アーニャ、父みたいなすっぱ、すっぱらしい大人になりたい。ロイド・フォージャーか。確かに素晴らしいエレガンスの持ち主だな。目標があるのならば常に努力を怠らぬことだ。精進するのだぞ、アーニャ・フォージャー。うい、アーニャ、頑張ります。アーニャちゃんは最近勉強してる？クラス別々は嫌よ。アーニャもぼっち嫌だ。だから勉強頑張る。うんうん、その息よ、アーニャちゃん。ご褒美も何にするか決めなくちゃね。ご褒美？そうよ、私たちテスト頑張ってるんだからさ。頑張った時にはご褒美がつきものじゃん。前もそんなこと言ってなかった？まあ買ってもらえるとは思うけど。ピーナッツ。私ね、アーニャちゃんを見てるともどかしいの。ほう。アーニャちゃんはあいつのどこが好きなの？好き？誰？もう照れちゃって。のことよ。いつも影から見てたりするでしょ。目で追いかけたりとか。父と母、ボンド、好き。ピーナッツとアニメ、好き。次男、別に全然。もうアーニャちゃんってまた照れちゃって。大丈夫よ、アーニャちゃんがあいつに気に入られるように手伝ってあげる。ベッキーに任せたらアーニャプラン B うまくいく？ここは私の腕の見せ所ね。何する？そうね、男なんて結局女の見た目に騙されるのよ。おしゃれして可愛くなればあんなやつイチコロよ。ほう。ってわけでまた一緒にお買い物に行きましょう。アーニャちゃんに似合う服選んであげる。アーニャちゃんならガーリーなコーデやクラシカルスタイル、ちょっと甘辛スタイルで攻めるっていうのもいいかもしれないよね。スクールボーイ風や最新のスペースコーデも可愛いと思うわ。私には劣るけど。じゃんじゃん試着して殻を破って新しい自分に生まれ変わるのが大事よ。私ほどじゃないけどどれも似合いそうね。迷っちゃうわ。おしゃれの向こう側に手を伸ばせばアーニャちゃんは注目の的よ。おしゃれ大変、どれがいいかわかんない。そうね、あいつの好みがわからないと方向性が絞れないわね。でも相手の好みに合わせるだけがおしゃれじゃないわ。アーニャちゃんは好きな服とかないの？アーニャお洋服よりアニメグッズにそそられる。まあアーニャちゃんらしいわね。勉強会しろ。は？なんで俺が？
うだぞ、庶民のくせに。すごとこーい。ブランビーのため我慢。アーニャ知ってる、次男国語が苦手。だだからなんだ。アーニャも国語苦手だから一緒に勉強する。いつも赤点のお前と勉強しても意味ないだろうが。俺は赤点は取ってないんだぞ。かーん。玉ねぎが安かったので。おかえり。はっ。アーニャ、勉強の時間だぞ。ふっ。そんな顔をしてもダメだ。この時間から勉強の約束だったろ。任務のために娘を教育するその姿、素敵、好き。ああ、その姿をずっと見ていたい。そして本当の妻として一緒に生活を。そのためにはヨルフォージャ、あの女から妻の座を奪わなくては。私が妻になり、先輩を超絶サポートする。任務成功。娘の教育は徹底管理して。アーニャ、このお姉さんが母になるの断固拒否。なんで二人は無言で見つめ合ってるんだ。じゃあ次の問題だ。3分の1たす3分の2はいくつだ。惜しいが不正解だ。ちゃんと1にしないと点はやれ。はん。だけど前よりは確実に学力も向上してきているな。計算問題も少しは解けるようになってきてるぞ。テレビで見た残弾数8分の2。アニメ効果か。これをなんとか勉強に生かせれば。そうだ、この前スパイアニメのセリフでことわざが出てきただろう。何だったか覚えてるか。スパイアニメ、スパイにはリスクもつきもの。
やはりそう簡単にはいかないようだな。千里の道も一歩から、コツコツやるしかないか。あら、ボンドさん、お散歩に行きたいんですか？ボフ、アーニャも散歩行く。紐引っ張るのやりたい。では一緒に持ちましょうか。なあ、ヨルさん、ついでに牛乳と卵をお願いできますか？受けたまわりました。ピーナッツも。はい、アーニャさん、では行ってきますね。そろそろご飯の準備をするか。パスしかできないじゃない。この辺か。
役。アーニャが1位。支度をしろ。バスが来るまであと10分だぞ。アーニャ、爆弾止めてみせる。寝ぼけてないで起きろ。はっ、アーニャ起きる。アーニャ頑張ります。それよりちゃんと自習しないと怒られるぞ。それもそうですね。何よ、盗み聞きするんじゃないわよ。何よ、そっちが大声で喋ってるからだろ。何を騒いでいる。ポニトが欲しいのか。あいつらのせいで怒られちゃったわ。アーニャ騒いでないのに怒られた。アーニャ最近勉強頑張ってる。テストがこの点数でもか、アーニャフォージャー。ガーン。だが前回よりは確実に点数を伸ばしておるな。これからも励むように。ういやはりダミアン様は努力のお方。いつも勉強されていて尊敬します。俺もダミアン様を尊敬しております。おう、急にどうした。どうしたってほら、あいつに分からせてやるんですよ。ダミ
ミアン様がいかにお忙しく庶民であるあいつに構ってる暇はないんだってことを。アーニャ、やっぱあいつら嫌い。気にしなくていいわよ、あんなやつら。ほっときましょ。わかった。アーニャちゃん、お掃除が終わったら帰る時間までおしゃべりしない？望むところ。昨日見たアニメの話聞かせてやる。アニメに興味はないけど、とにかく早く掃除を終わらせちゃいましょう。うい。デズモンド流ローリングスイープさすがです、ダミアン様。格好が綺麗になりました。こんなの俺様にかかればちょろいもんだぜ。綺麗になったことだし、もう終わりだろ。ちょっと待ちなさいよ、まだ掃除は終わってないでしょ。はあ？俺らの足元は綺麗になっただろ。あんたたちの足元はね、見なさいよ、私たちのところ。あんたが余計なことするからやり直しじゃない。んだと？そもそもお前らがちんたらやってんのが悪いんだろ。そうだそうだ、ダミアン様がスタイリッシュに掃除してくれたんだ。むしろ感謝しろ。どこがスタイリッシュよ、ほんとガキね。クソ野郎。はぁ、あ、新築人に言われたくねえ。真面目に掃除しているかチェックするか。うん、うん、きちんとやっているようだな。協力して掃除する姿、実にエレガント。先生言った、お前らのせいで無駄に焦ったじゃねえか。アーニャ悪くない、次男がお掃除下手くそだから悪い。そうよ、アーニャちゃんの方がちゃんと掃除してたわよ。なんだと？俺がこんな短足物に負けるわけねえだろ。はっ、どっちが掃除うまいか勝負するか。アーニャ次男に余裕で勝てる。はぁ、いいぜ、受けて立ってやる。早く掃除を終わらせた方が勝ちだからな。ダミアン様、頑張ってやっちゃってください。ダミアン様、アーニャちゃん、勝負なんてガキっぽいことしなくていいわよ。ベッキー、安心しろ、アーニャすぐに終わらせる。アーニャちゃんってほんとガキっぽいのね。ゴミが吹っ飛んでます。ダミアン様が通った後にはゴミ一つないです。ふわー、やるな短足、これならどうだ。ずるー、まだまだ。ふわー、静かに掃除した方が早く終わるんじゃ。むしろ散らかってない？
帰りなさい。お帰り。待てコラ、今日は遊ぶ前に宿題をする約束だっただろう。はっ。でも遊んでからでも宿題できる。そんな調子だとまた赤点を取ることになるぞ。大丈夫、アーニャテストバッチリ。バッチリって本当に大丈夫なのか。なんとかする。なんとかってなんだそれは。もっとディティールをと、そうじゃなくて、とにかく勉強は自分の力でコツコツ努力しないとな、アーニャ。ういアーニャ宿題頑張ります。よろしくお願いします。手伝いますので。アーニャもお手伝いする。では一緒にやりましょう。せっかくだから今日はもう一品作ってみようかしら。アーニャ大ピンチ。そろそろご飯の準備をするか。これだ。パスね。
出す。こうだ。え？どうだ。これだ。出すね。出せね。出せ。こうだ。これね。出せ。出せ。出すね。パス、パス、2枚出しね。パス、パス、パス。あと少しで剥がりね。これでいい？そら、パスだ。これでどう？パス、パス。消せない、パス。これかしら。わかったわかった。出発するから準備しろ。ペンギンさん持ってく。アーニャさんのお気に入りですからね。ペンギンにペンギンさん見せる。Thank you.
アーニャ、いいやつ出せる気がする。そうか、頑張れよ。うい、あ、ドキドキ、まずはペンギンコーナーから行くか。ペンギン好き、見る。ペンギン、
帰りに買い物もしていきましょうか。いいですね。アーニャさんは何か食べたいものありますか？アーニャ、ピーナッツがいい。わかったわかった。次のお出かけ先を決めるぞ。やったしましょうか。アーニャも準備頑張る。ウフウフ。